長野県警察は、長野県が設置した警察組織であり、長野県内を管轄区域とし、長野県警と略称する。長野県公安委員会の管理を受けるが、給与支払い者は長野県知事である。警察庁関東管区警察局の監督を受ける。本部所在地は、長野県庁内の長野市、大浅南長野自福下692の2、 中規模警察本部であり、本部長の階級は、警視官。生活安全特別捜査隊は、2008年3月21日を、もって廃止された。警察署数は22。警察車両ナンバー地名は、北新地方と東新地方が、長野、諏訪地域が、諏訪、稲地域と中心地方が、松本となる。警察官数は3288名。 長野県警警部補が、万引き容疑、手持ちの現金を減らしたくなかった書類送検し、言及処分。産経新聞2016.2、1916時6分、2020年7月21日、閲覧。巡査部長が4人に、痴漢疑い長野県警、停職3ヶ月。福井新聞2019年8月2日午後7時19分。 2020年7月21日閲覧。警部補が、武道万引き疑い長野、厳給処分受け退職。産経新聞2020.1、15-12時45分。2020年7月21日、閲覧。長野県警警部補が、コンビニに拳銃置き忘れ。共同通信2020年2月20日14時41分、配信。 2020年7月21日閲覧。警部補がストーカー疑い書類送検され退職。産経新聞2020.122617時30分2021年1月13日閲覧。ありがとうございます。